PA 養成所の詳しい情報をお送りしていく配信番組、アニメーションベーシックカリキュラム始まりました。アニメーションベーシックカリキュラム、略して ABC。 PA 養成所を隅から隅までご紹介していきます。皆さんよろしくお願いします。まずはこちらをご覧ください。これは PA 養成所のカリキュラムです。記念すべき ABC 第1弾の配信はこの動画講義をご紹介していきたいと思います。今回は PA 養成所で講師をしている動画検査の白敷さんに話を伺いたいと思います。早速ですが、動画講義ではどのようなことを教えていますか？はい、養成所に入ってからすぐは道具の使い方やシートの書き方など作業に必要な予備知識をつけてもらっています。その後 PA ワークスで制作した過去作品の原画を使用して実際の現場と同じ環境で動画作業を体感してもらってます。これが実際に講義で使われている型袋です。この中に入っているこれが原画になります。原画素材を使って作業した動画がこれです。それぞれ簡単に説明すると、原画は動きのキーポイントになる絵であり、いろいろな指示が書かれたものです。動画は指示に沿って書かれた間の絵ですね。動画作業はざっくり2つに分かれていて、原画を清書する原画トレス、原画と原画の間の絵を作っていく中割りがあります。原画トレスにしても最初のうちは元の顔と全然違う印象の絵になっちゃったり、まずは正確に絵を起こすことだと思います。きちんと原画トレスをマスターしてからタップ割りという技術で中割りを覚えます。2つの絵を近づけて絵と絵の間にラインを正確に通すことで個人差なく綺麗な中割りを描けます。例外としては純粋にタップ割りで作業することができない人が振り向く動きなどの回転運動があるんですが、そういう内容も段階を踏んで覚えてもらって描けるコツを個別に教えています。 PA 養成所は1年でプロの原画マン育成を目指していると思いますが、なぜ動画の講義をしているのでしょうか？まずは多くの動画をこなしてもらって原画マンになった時の基礎体力を身につけてもらうことですね。2つ目はアニメ業界で使用する洋画や作法を知ってもらうこと、3つ目はアニメがどういう素材で作られているか知ってもらうことですね。動画作業を経験しないまま原画マンになる人が増えていると聞いたことがあるんですけれども、画面が完成するまでの指示は原画マンが入れているんですね。将来豊かな表現力のある原画を作るため次セクションに伝える技術を習得していってほしいですね。養成所に入所してもらった皆さんに動画作業を通じていい原画にたくさん触れて後々プロのアニメーターになった時の糧にしていってもらいたいと思います。今回は動画講義について話を聞かせていただきました。白敷さん、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。第1弾は動画講義をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？第2弾は原画講義をご紹介していきます。それでは皆さん、次回の配信でお会いしましょう。